ブレイク限界を打ち破れ桜井が高校球児たちの夏、この夏にかける高校球児たちの声をご紹介します。リミットブレイク限界を打ち破れ、今回は小諸高校野球部を紹介します。それでは早速柳沢監督にお話を伺いたいと思います。監督よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私4月から来たばかりなので、はい、まだよくわからないんですけれども、ただ非常にこう真面目で一生懸命な子たちなので、はい、何かきっかけをつかむとこう面白いことをしてくれそうだなというふうに思います。今年の4月から、小諸高校の監督に、ね、就任しましたけれども、その選手の、ね、第一印象をどういうふうに感じたのか教えてもらってもいいですか。ですね、ものすごくこうひたむきで、何事に対してもこう一生懸命取り組む子たち で、やはりこうあまりこう公式戦で勝った経験とかが、ね、それほどある子たちじゃないみたいなので、こう勝ちたいという気持ちが非常に強いなということを感じました。今年の春の東進大会の結果を受けてですね、その重点的に指導してきた部分、強化してきた部分がありましたら教えてください。はい、一番やっぱり野球9イニングなので、その9イニングの中でこう試合をこう自分たちでコントロールしていく、気持ちの切り替えだったりだとか、あるいはこういい状態をこうできるだけ維持したりだとか、そういう、こう試合の進め方といいますかね、最終的にはこれ勝ち方になっていくかと思うんですけども、それをこう身につけさせるようなことを日頃意識して、取り組ませています。あの練習試合や、まあ、練習を通じてですね、今のチーム状態はどうですか。ですね、なかなかやはりこう勝てる試合っていうのは多くないんですけれども、ただこう最後までこう諦めずに戦って、その苦しい場面をこうみんなで乗り越えて、そして最後になんとかこう1点自分たちが勝っていたいという気持ちを最後までこう持ち続けることができるようになってきたので、こう競った試合というのは非常に多くなってきたなというふうには感じています。長い間、あの北進地区でその指揮を振るっていましたけれども、その東進地区、もっと言えば佐久平地区の高校野球はどのように見ていたのか教えてください。この地区、佐久地区を倒さないと上に行けないっていうのがありまして、やはり一つ目標にしていた部分っていうのはあります。こちらに帰ってこれたので、なんとかこの地区の野球の発展、あるいはこう若者がこう生き生きとこう活躍できる場をこう提供できるような、そんなことにこう少しでも関われればなというふうに思ってます。佐久地区にはですね、教え子にあたる監督も、野沢南高校の松本監督や、その立科高校の栗原監督も教え子にあたるということを聞きましたけれども、その点で意識する点というのはありますか。教え子というよりはもう今彼らはそれぞれいいチーム作って頑張ってますんで、やはりこう初心に帰って勉強する、教え子から学ぶ部分ってたくさんあるので、それでこう自分が学ぶことで今目の前にいる生徒たちに少しでもこういいものを与えられればなというふうに思ってます。柳沢監督から見て、今年のチームのですね、核になる選手というのはどういった選手を中心に考えているのか教えてもらってもいいですか。全員がやはり私はポイントだと思います。選手はすべて背番号をつけてベンチに入りますし、はい、そうするとやはりグラウンドの上でチームに貢献できることというのがみんなにあるので、全員がポイントになるだろうなというふうに思ってます。集大成になるですね、大会を迎える選手たちにメッセージがありましたら教えてください。日頃練習してきたいろんな思いをこう乗り越えて最後の大会に向かっていくので、とにかく甲子園を目指して、こう全力で力を出し切ることっていうのが、この高校生活だけではなくて、その先の人生につながることだと思うので、ぜひこう力を出し切れる、そういう大会にしてもらいたいと。これはうちの生徒だけじゃなくて、全ての高校球児っていうのがやっぱりそういう全力を出し切れるっていう経験をすることでプラスになる部分大きいと思うので、とにかく力を出し切れるような、そんな大会にしてもらいたいなというふうに思います。はい、続いてキャプテンにお話を伺います。自己紹介お願いします。はい、小諸高校野球部主将、坂部優馬です。はい、キャプテンにはですね、今年のチームスローガン教えてください。はい、小諸高校野球部のチームスローガンは鼓舞激励仲間とともにというスローガンで日々頑張っています。チームスローガンに込めた願いというのがありましたら教えてください。はい、一人一人が意識を持って常に上を目指してやっていくことを目標に頑張っています。
大会を直前に控えましたけれども、今の率直な気持ちを教えてください。はい、まだ不安な部分もあると思うんですけど、まあ、みんな練習を一生懸命頑張っていて、日に日に自信もついてきていると思うんで、夏にはそれが全て発揮できるようにやっていきたいです。実際にその不安な部分というのはどういった部分が不安ですか？はい、まだ全員が、人任せにするところがあるんで、そこを人任せにしないで、一人一人がキャプテンになったような感覚でやっていくことが大事だと思うんで、そういうところをしっかりやっていきたいなと思います。今年の部員数は何人になりますか？今年の部員数は、まあ、少ないんですけど18人っていう人数で、まあ、少ないんですけどやっぱり、頑張っています。18人の部員をまとめるのにですね、キャプテンとして心がけていることありましたら教えてください。はい、やっぱり人数は少ないんですけど、一人一人持つ意見というものは違うと思うんで、そういう一人一人の意見を大切にして、しっかり聞いてあげることでまとまりが出てくると思うので、しっかりそういうところは大切にしています。はい、では春の結果を踏まえてですね、この点に重点を置いて練習してきたことがありましたら教えてください。はい、春の大会では全然みんな打てないで、点が取れなかったので、春が終わってからバッティング練習を中心に、一人一人意識を持って取り組むことができました。坂部主将のですね、まあ、野球を始めるきっかけになった出来事を教えてください。はい、自分が野球を始めるきっかけはやっぱりお兄ちゃんで、最初自分はサッカーをやってたんですけど、まあ、お兄ちゃんが野球をやりたいって言ってやりだして、そこでお兄ちゃんの姿を見てるうちに、あ、自分もやりたいなっていう気持ちになって始めました。今ですね、高校生活も3年生になって終わりに近づいてきてますけれども、具体的に何か今思っている夢がありましたら教えてください。はい、自分の将来の夢は、まあ、野球とは少し離れるんですけど、救命救急士という夢があるんで、この小諸高校野球部で、養ったこの強い気持ちというものをしっかり将来につなげていけるように、これから進学したところでもその気持ちを忘れずに頑張ってやっていきたいです。今年新しく監督が柳沢監督になりましたけれども、監督から教わったことで何か印象に残っていることがありましたら教えてください。はい、監督からは常に、相手の立場になって考えろということを言われているんで、試合でもそうですけど、相手の立場になって考えて今はどういう状況なのか、そういうのを一人一人が感じてやっていけば必ずいい試合ができると思うんで、頑張ってやっていきたいです。ではキャプテンから見てキープレイヤーとなるですね、2人ほど選手を、ね、挙げてもらいたいんですけれども、どうでしょうか？はい、やっぱり1人は、エースの畠山で、そいつは、まあ、ピッチャーをずっとやっていて、ここ最近ずっとピッチャーのレベルがどんどん上がってきているんで、夏には最高のピッチングを見せてくれると思います。もう1人はキャッチャーの諸角で、キャッチャーの司令塔としてしっかりチームをまとめてくれてるんで、あいつの夏の大会でも期待できるキー選手となります。はい、ですね、まあ、高校生活、まあ、あと野球を、ね、ずっと続けてきたと思いますけれども、その一つの集大成の大会になりますが、その大会にかける意気込みを最後に教えてください。はい、まあ、やっぱり、夏の大会では勝った方が強いんで、甲子園という夢を全員で持って一生一生大切にしてやっていきたいです。それではキープレイヤーの一人目に来てもらいました。自己紹介お願いします。はい、諸角光です。ポジションはキャッチャーです。では諸角選手がですね、チームの中で自分に求められている役割はどういうものなのか教えてください。はい、やっぱりキャッチャーは、守備の要なので、全員をよく観察し、しっかりサポートできるキャッチャーになることです。副キャプテンという役割もあると思いますけれども、そのキャプテンと一緒にですね、頑張ってきた点、一緒にこの点をね、頑張ってきた、重点的に頑張ってきた点ということがありましたら教えてください。はい、冬チームワークがなくなってきてしまったときに、キャプテンといろいろ話し合い、しっかりまとめることができたことです。春にですね、監督も新しくなりましたけれども、その点で何かどういったことを思ったのか教えてください。評判がいい監督だったので、とても信頼できる監督だと思いました。その中で監督の中で教わったことやもらった言葉で何か印象に残っているものがありましたら一つ聞かせてください。持ち替えを素早くやる方法などです。では諸角選手のですね、将来の夢ありましたら教えてください。
夢は高校の教師になることです。それは何かその高校の先生になるっていうのにきっかけを与えてくれた人っていうのはいるんですか？はい、監督です。監督に一言ありましたらメッセージお願いします。必ず甲子園に連れてってください。はい、2人目のキープレイヤーに来てもらいました。自己紹介お願いします。畠山夏樹です。ポジションはピッチャーです。チームの中でその自分の役割としてですね求められていることどういうものなのか教えてください。自分は、自分の取り柄はとりあえず場を盛り上げることだと思ってるので、ハッスルするところはハッスルして冷静にプレーできるところはチームまとめて頑張りたいです。自分はちょっと肘が下がる部分があったのでそこを監督に教えてもらって、直す意識をして、今肘を上げることを取り組んでます。ピッチャーでリズム作ったりそういう部分大事にしていきたいです。はい、それでは小諸高校野球部のマネージャーさんに来てもらいました。自己紹介お願いします。小諸高校野球部マネージャーの佐藤花香2年生です。私の弟が野球をやってまして、それで野球に興味があって、で体験入部の時にこう見に来たらすごく雰囲気が良くて、小諸高校野球部の選手の皆さんのサポートがしたいなと思って入りました。やっぱりきつかったりこうすることもあるんですけど、やっぱり選手の皆さんからちょっとしたことでもありがとうとか言ってもらえるとすごい嬉しいし、もっと頑張って支えようって思います。私自身今の3年生にすごい支えられてきたので、やっぱり一球一球全力で悔いがないように頑張ってください。絶対甲子園行くぞ。寄り道のコンビニが店を閉めた今年の夏は汗を拭った毎日が未来へ傾いた気がした。第98回長野県大会は7月9日土曜日開幕です。球場で、そしてラジオの前で応援してください。